僕は八時半を回りました。宅建武士今宵もお届けするのはこの方です。はじめまして、店長です。はい、よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。もういいかな。はじめまして。<laughs> しても,うもういらないですよね。多分。<laughs> もうこれで多分十六、十七ぐらいですよね。はい、そうです, <laughs> すよね。です,ね <laughs> ですよね。だから一か月でも四回、五回だとして、はいうん、もう軽く三ヶ月は。 ぐらい経ってます。ああ、土曜日ですね。強いな。うん。でももう始めましたもういいですかね。今から聞く人たちはもう適当にもう流していぐらいの感じで。一通り挨拶は終わった。そうですね。はい、えっとまず最初に今日は告知から先にしとこうかなと思うんですけど、えっと今週の土曜日19時、夕方の7時ですね。7時から21時9時までですね。2時間の ちょっと特番として、はいえー、どうでもラジオと、えー、恋愛節のコラボを一応や,、はい、やりたいなっていう話からもう15日で一応確定でやります、はい、っていうことだったんでいよいよですね。いよいよですね。ただなんかあんまり <laughs> <laughs> なんだろうなまあちょっとゆるくやろうかなっていうのもあるし。はい あと自分も山本さんもちょっとあの飲みながらって言ってたんで自分もべろんべろんにならない程度に飲みならくらいがいいかもしれないです,すあ,のあんまりあの言っていいことと悪いことの,この区別をちゃんと判断できるぐらいは、はい、しとかないといけないんで軽くちょっと飲みながらまあいい感じであのなんかいろいろと話せればなーっていう、はい。 ある程度ちょっと深いい話をしたいんですね<ー>うんもうなんか普段のラジオってやっぱこの,この個人個人のあ,のあれがあるじゃないですか、はい、プライベートがあるじゃないですか,、うん、だからある一線までは話できるけど、うん、こっから先はできないっていうのをちょっと踏み込んだ話をできたらなみたいな、うん、まあ少なからず自分はそこぐらいまで踏み込んだ話を自分自身の話はしていこうかなっては一応思ってるんですね。うん 多分楽しくないはずななん楽しくりそうですね。く今テーマも決めてないんかその時のなんかまたなんていうんですか盛り上がった、うん、<laughs> ポイントで広がっていけば、ね、<laughs> 私も久しぶりに「どうでもラジオ」やるので,、うんでね、正直ちょっとあんまりこの覚えてないというか。 もうどれくらいになりますか?。一年以上経ちますね。二年は経たないですか?。二年は経たないぐらいですか?。ですね。でも一年は経ってます。よね一年以上、一年ちょっと。はい。ですよね。そうですよね。なんかさっきちょっとふと考えたら。あ、どんな話を最初してたかなみたいな。あ、テーマは決めてたんですけど、そのテーマに行くまでの話が確か長かったんですよ。あ、そこ。 をなんかどんな話をしてたのかをうん、うん、なんかあんまり覚えてないこの感覚をちょっと忘れつつある感じがするので<ー>ちょっと新鮮な気持ちで多分やると思いますなんか良かったんですよね、はい、あのマナミインさんと局長のこのなんか会話の掛け合いが、はい、なんだろうなほっこりするっていうか、うん、なんかいいいい感じなんですよね,んすねなんでほっこりし たんですかねなんだろうなあの優しく包み込む山内さんの中でんかミンさんが自分の何ですかね気持ちに正直に全部答えていくでこれを下ネタだったり面白くしたりっていう山内さんがんかそこからちょっと。 操作してるっていうんですかね、うん、あの経営がなんか良かったんですよね<ー>自分はまいますよね良、うん、<laughs> <laughs> かったなと思う、はい、モーニングエイトも木曜日やられてるんですけど、うんはい、でもやっぱどうでもの二人とモーニングエイトのお二人は全然違いますんなんでですかねすあ、そうでもやっぱりモーニングエイトは以上、うん やっぱりなんて言うんてうですか、まあ、自由ではあるけどコーナーもあるし、はい、いろいろ縛りがあるじゃないですかその点多分どうでもラジオって本当に何もないいて言えばあああテーマくらいなので多分そこら辺の自由度ですかね。良かったんでしょうね。はい、すごくあのあす多分聴いてる人たちも <laughs> あ結構あれですよね。 ツイキャスもコメント流れてますよね、はい、結構ねツイキャスで見てくれる方も多くてだからちょっとコメント打ってもバーって流れていくから、はい、いろんなコメントがもうずっと飛び交ってるんで飛び交ってるなと思ってやっぱ聞いてる方も楽しかったんで。 あ良かったですおお耳の一週間に一回の誕生だったんですけどあありがたいですでよく花火が上がってるでこっちから花火を見たりとかあんなのもあったんでなんか羨ましいなと思ってこっち景色綺麗じゃないですかあ花火見てるんだみたいなあうましいなみたいなそんなこともありましたねうん。 関さんも来て、でやりますっていう話もあったじゃないですか。だからやっぱなで。で何はもできましたしね。<笑><笑>やってるんですかあ。今やってるっぽいですよね。最近上がってますよ。<あ>ちなみに。あ、そうなんですか。うん、あ、全然あれですね。あはい、それも聞く印象。<laughs> はい、やっぱここまでりしておきましょうね。はい、<laughs> えっと。今日は、と、とりあえず今、えー、っと、宅建武士なんですけど、はい、とりあえず。 業法にに関する重要な部分は大まか喋ってきたんですよ、うんはい、で、今後の展開としては一応「宅研師って重要事項の説明をできるように知識をつけましょう」っていうのが宅研師の中の,資格のあ試,試験の問題なんです、ね。はい、で、えー、と実際もう一番最重要っていうのが35条書面なんですけど、うん、その部分で いろいろ知識を使うんで周りの知識を勉強していきましょうでう法令上の制限あの前に行ったあの三階建てとか工業地帯とかああいうのの制限も勉強しないといけないですね。だそこをえっとトータルで知らないといけないんでとりあえず三十五条をしゃべりながらそこに付随するえっとお話を 徐々に徐々に広げていこうかなっては思ってます。それをちょっと来週ぐらいからちょっとやりましょうかね。はいとりあえず今週どうでもわかるんで。あど今週のどうでももちょっと乗り切ってからそうですね。はい。そこをそういう話来週からちょっと本格的にということで、えっとまた今日は恋愛のお話をあの先週あれなんですよ。えっとちょうどいいところで最後の最後で確かそうそうそう。 距離感の話多分あれ残り多分2分半とか1分半くらいで無理やり入れたような感じがあってでもあれ喋りたかったんでいや2分でもいいからちょっと喋ろうと思ってそれで喋って微妙な感じでまなみさんのこのスタバのお話をしててやっぱなんていうんですかね自分店長目線から見るとこの距離感ってめちゃくちゃ大事でで。 店長から見るこの距離感の取り方の、はい、距離感取,り取るときに3つの扉があるんですよ。さっきしゃべろうとしたら山崎がここでしゃべんな <laughs> みたいな感じで言われたんですけど3つの扉があるんですよ。はい、赤と青と黄色の色が扉があるんですけど <laughs>、はい、でと赤の扉が最重要扉で、はい、これはもう何てうんですかね自分の好みの人の扉。でえー、っと 次に青なんですけど青は友達友達っていうかちょっと長くお付き合いしたいなんていうんですかね異性としてじゃなくて男女だけでもつながっときたい人ってあるじゃないですかこの人とはちょっと関わっときたいなみたいなそれを今今ちょっと異性同士の話をしてるんですけどまあ店長から見て女性との距離感の最初の入り口でいい自分のタイプ が赤ので青がまあ長く付き合っておきたい友達としてっていう青の扉で黄色はもうどうでもいい人なでどうでもいいって言ったらちょっと失礼ですけどまあんだろうなそこで縁が切れてもいい話さなくても別に次会わなくてもいいかなって思う人これを最初の第一印象で決めるんですよ自分距離感の取り方この扉を最初に決めるってことですかこの入入り口をどっっかからるによて 距離の詰め方が全然変わった。<ー>で、<ー>それがあるんで、だざっくり三つの扉があって、はい、で、瞬時に第一印象で、あ、いいなと思ったら。うん、とりあえず赤い扉開けるんですよ。で、うん、赤い扉開けたらうん、うんはい、どうなるんですか。あの、めちゃくちゃ道が、あの、短いんですね。<laughs> はい、短くて狭いんですよ。<うわ> <laughs> この道を、はい、あの、ゆっくり。 通らないともうすぐ終わっちゃうんで、うんはい、この狭くて短い道をゆっくり通るんですね。イメージ的には。はい、で、これ短いっていうのはもうこの限られた時間、うん、まあこ今日会うじゃないですか。はい、で、これが多分5分とか10分とかの可能性があるじゃないですか。うんうん、でこの短いこの道の中で一歩一歩かみしめてこの短い道を歩んでいくが赤い扉。だからやっぱ踏み込むんですね話を。 なんていう,う,<ー>うんと前に行ったあのー、認知してもらえるように、はい、この自分の。 いいものを全面に出して印象を残したがるかなインパクトを残すみたいな感じですかインパクトを残すだからちょっと踏み込んだことを聞くと思うんですよなんだこの人みたいな感じとかになるってことですかだからまるみさんにあの距離感最初にあった男性の距離感ってどれぐらいがいいですかっていうのはそこなんですよ赤い扉を開いた時に短いまあ道のりと 幅が狭い道を歩くんで、はい、イメージだからその道を通る時にどうやって歩いた方がいいかなっていうのが、うん、女性のこの距離感の考え方、うん、なんで何て言うんですかね、えー、とマナミンさんから見てまあまあいいなって思う人だったら、はい、この最初に詰め寄る何だろうな距離感、はい、例えばまあ話が弾んでて。 この十分二十分ぐらいの会話の中で番号まで聞くのが聞くまでは大丈夫だよとかで逆にまなめさんが普通に見ててあ普通のおじさんだなって思う人との距離感とかっていうのをある程度聞いとかんとわかんないんですよね赤い扉を開く時だけですよ自分が使うの赤い扉を開く時だけ使うんですけど別に青い扉を開く時は 長くつながっていたいんでのとああはい<し>何かしらつながりは持っておきたいから、うん、じゃそういう共通の話題でちょっとつなげとくみたいな。うん、でまた会った時にこの共通の話題からスタートして、うん、この共通の話題を聞き出す、はい、だから長く付き合うって結局何かこの人を自分に持ってなくて、うん、この人に持っている魅力があるじゃないですか。うんうんはい でここを知りただからやっぱその魅力を分かった時にこの人とは長くつ,、うん、つながっておきたいから、うん、そこについてちょっといろいろと話し,しながら自分の存在を覚えてもらうっていうので使うんですけどどうでもいい人は本当にあの「どうでもらう」ちょっと話を共通する話とかを探る,探るわけでもなく。うん もう一人,人でバーって喋って <おー S 2> デじこまわしてじゃあっ、ね、ていう感じで帰るっていう <おー S 2> <laughs> これはもう,もうあのどうでもいい人。はい、でやっぱこの赤い扉を開くときに、うんはい、逆にマナミンさんから見て、うん、えと普通の人と、はい、え逆にマナミンさんから見て第一印象がいい人の踏み込むラインを聞きたいな 女性目線からのっって思どうですか例えばですよ普通の人多分踏み込むラインって多分言葉遣いまず敬語なのかタメ語なのかで番号の交代じゃないですか携帯番号とかまあんていうんですかねこの SNS 上のつながりをここでつなげる。 あと,だろうなあとは出身地と年齢、はいうん、この4点ぐらいじゃないかな<ー>ざっくり大きく言うとですよ、うん、だってもう最初の頃ってお互い情報ないじゃないですか、うん、で興味があるから情報を聞き出したくなるんですけど、はい、多分一番最初にパッて思いつく、うん、一番最初に知りたいなって思う情報ってこの多分4つなのかなと思うんですけど、うん、この4つを。 初対面でいいなって思うんだったらどこまでが今の4項目の中でどこまでがいいかなっていうの例えば一番最初でいくと言葉遣いですよね言葉遣まなみさんから見てまあまあいい人でパッて声かけられて詰めおる人って最初からため語なんですよ。語語っってて言も汚いいじゃななですよんか フランクなというか友達よりかはちょっと丁寧だけどこの普通の初対面よりはフランク何て言うんだろうこのあれですよねちょっと近い感じですよねああこんなのあるじゃないですか多分年齢の差もあると思うんですよなみんさんより下なのか上なのかでもやっぱ若干そのこの距離の詰め方って思う瞬間ってあると思うんですけど例えばですけど 同世代で例えたときに、まなみさんが見て第一印象いいなって思った人で。言葉遣いは。ため語か敬語、どっちがいいですか。距離感。ああ、距離感。一番最小ですね。ああ、でもどっちでも。あ、どっちでも OK です。大丈夫です。特にはい。言葉は。ただ、これが。そこまで、なんていうんですか、何とも思ってない人が。 初対面からこのため語を混じりできたらちょっと一瞬ってなります。あやっぱそこは結構ありますよね。ですね。私は、うん、私は特にあるかもしれない。あここで引いちゃいます。うん、時もある。なんか<ー>わみたいな。そ、ね、ってなる時もなんかでもその言い方によりますかね。うんうん。まあ、言葉うんなんか難しい言葉難しい <laughs> と思うんですけど。うん、そう、ね、ですよね。うん。 って感じですか、ね、じ逆に第一印象がよければ、はいうん、ちょっとフランクでも OK、うん、はい第一印象よければ多少フランクでも慣れ慣れしい感じでなければ多分 OK で逆に敬語でも、うん、多分そこまでなんか気にはしないかもしれないでも何ですかね、うん、例えばですけどはい 第一印象いいとするじゃないですか、うんで。敬語でスタートするじゃないですか。うん、で、二人の感じが、なんか徐々に。こう、なんていうんですかね、近づいていく、うん。はい。ってなった時に、うん、途中敬語が邪魔になる時ってないですか。経験ないですか。ああ<ー>。だから、なんていうんだろうな。あのー、だから男性、まあ、自分で例えると。上の人、はい、年上の女性、が敬語でスタートするじゃないですか。はい 邪魔なんですよ。やっぱあの、なんていうですかね。恋愛対象じゃなければ、別にいいですよ。ずっと、敬語でも。敬語でも。それは、あの、その人にリスペクトがあるから。だから、そこは全然いいんですけど。それを恋愛対象で切り替えると。もう恋愛対象で入ってしまうと、邪魔なんですね。なん、なんていうんですかね。あの、ずっと敬語の壁があるから。距離が縮まらないような感じがするんですよ。 わかりますだからやっぱある程度自分も。それポンって外すことはできないんでですすか意意外外にによ自分も最初んだろう恋愛節やった時に愛美さんのことを「石坂さん」って言ってたじゃないですかこれを愛美さんって書いてもめちゃくちゃあれなんですよ。 だから山内さんって言ってたのを山内さんの下の名前でパッて呼ぶって多分切り替えに私も確かに名前は確かに難しい。切り替えにくいで自分あれなんですよ店長自身は恋愛する女性と普通に関わる女性は普通に関わる女性は苗字で呼ぶんですね自分のこと。でも恋愛対象になる女性は自分のことを下の名前で呼ぶんですよ。 <お>不思議ですよね、えー、でもこれ不思議とはもうみんなそれで分かれてるんですね。えー、なんかもう苗字で呼ばれる感じだとあなんかこの人とは多分すかならないんじゃないかなって思ってしまうぐらいもう綺麗に分かれてし、えー、じゃあなんかあれですかね自分の中でなんか自然とそういうなんて言うんですかこの呼ばれ方によってなんかそういう。 あれにってるんですかね無無意意識識ににもししかかたららだ名前で不意にパッて名前で呼ばれたらあもしかしたらこの人って恋愛対象になってくる人なのかなって思ったりするぐらいあれなんですね名字で呼ばれる人は基本もう周りか名字でしか呼ばれないからなんかそれが聞き慣れてるから後ろから呼ばれても振り向くんですけど名前で呼ぶ人って限定されてるから大勢でいるところで自分の名前が聞こえても「 振り向かないんですね。<laughs> 呼んでくれる人が限定だから。だからこの人と一緒にいるときだったら名前が聞こえたときは振り向くけど、はい、この人と一緒じゃないときは苗字で呼ばれたら振り向くんですけど、名前、うん、で呼ばれたら振り向かないんですよ。うん、反応してないんですよ。面白いですね。あ、でも、うん、確かにこの名前を呼び変えるのは、うん。 なかなか難しいと思うんですけど。ね、これが敬語も評価も多分。途中で切り替えるって。難しいんですよ。例えば、例えばですけど。はい、恋愛理由と。はい、えっと。まあいい感じな。うん、このもう付き合う手前の男女がいたとして。うん、で。この男女が職場に変わった時に。はい、男性が。 上司かもしくは女性が上司で女性が上司で男性が部下になった場合はやっぱりプライベートはもちろん標準語だけどこの環境が変われば敬語に変えないといけないじゃないですかこれをパッて変え切れるかっていう話なんですねまあ逆を言うと多分それぐらいなんかちょっとこの切り替えまあ名前を名字から名前呼ぶのも難しいし結構じゃ大きな あれってことですね。うん。うんで思うんですね。だから恋愛上でもう狙う人がどんなに上でどんなにすごい人でも極力敬語は使いたくないな。後で邪魔になるの分かってるんだ。この壁があるからなんか縮まった気がしないんです、ね。<ー>で敬語で喋ってると、はい、敬語で喋るときに、丸、ま、山さんいつも思うんですけど、うんはい、敬語で喋るときに使える単語って限られてるんですよ。うんはい、綺麗な言葉。 区切ってるものが敬語じゃないですかだからんか敬語を使ってる関係で「好き」っていうのを「好きです」ってつけないといけない敬語なんでこの「です」邪魔なんですねとってもわかりますこんな真剣な会話してる時にわざわざ「です」つけないといけないみたいなで多分「好きだよ」っていうのと「好きです」っていうのはなんだろうな き手側の印象ととしてはなんんか距離感感多分じる思うですね好きですって言われるのと好きだよって言われるのは好きだよはやっぱある程度距離がななんかんだろう詰め寄った状態ちょっと近く感じるというかもう本当にお付き合いする寸前の二人が使える言葉でも「好きです」は上司と部下とか例えば年齢が極端に離れてる人とか。 そういった感じちょっと遠い感じになっちゃう遠い感じになるんか好きですってです邪魔なんからやっぱあのあっ障害出てくるんですよ。絶対ああじゃ最初からない最初の初対面くらいからもう敬語なしで接することができた方がこの後に繋がりやすいことです。後に繋がりやすいこっちは攻める側としては途中から変えられないんですね。できないですよね。だから名前も一緒なんですよ。 何「さん」って呼んでたのを「はい、何々って呼ぶのはで、はい、できないんすよ、ね、あその名前は私できないですけど喋れ、うん、るのは多分でもなんか急になんだろうな今まで敬語喋ってたのに急に全部あまあんだろう部分部分ため、はい、語にするのはあんまり。 あ、はい、うん、抵抗ないんですよ。自分自身。うん、全部を。全部。急に、例えばですよ。昨日まで、なんか中途半端な敬語を使ってたのに、今日からおおとか言って。で、さあとかって始まったら。頭相手は、は、っていう。あれ、昨日までは普通に、あの距離感だったのに。なんで今日から違うのみたいな。こっち付き合ってないけど、なんか勘違いしてないみたいな感じで。思われそうで、嫌や。あ、ま確かに付き合ってない段階、あ、ま付き合ってないで、そこまで。 まだなんていうんですかもうお互い気持ちがであれってなってなかったら確かに「ん、はい、急にどうした?」ってなりそうですけどある程度もこのなんていうんですか2人の距離が縮まった感じって大体分かるじゃないですか、うん、あのはい、はい、あの感じだったらなんか良さそうですけどねあこれはフンって思わそうでもそこまで来たらなんか良さそうですけどねででも敬語を使ってるんで難しい距離感って、はい もうう多分そこまでで詰めれないと思んすね例えば距離感の中でもう結構な時間ですねこれあのあれですねエンディング何もしゃべらないんでこの話でプチって来てくださいとずっとしゃべるんで距離感が1から10まであるとしたらランクがそしたら敬語で始まった距離感は多分6とか7ぐらいまでしか持っていけないんですよ。語で始まる距離感は つき合う寸前までなんで、はい、9ぐらいまで相性が良ければ詰められるはずなんですね、えー、距離感はつき合う前でもそこまで持っていける、うん、相性が良ければ人に寄り切りだと思うんですけどだから詰め切れる距離感がやっぱ変わってくると思うんですよね、うん、敬語で始まると、はい、やっぱりある程度の詰め寄り方しかできないんじゃないかなって思うんですね。うんうん、なるほど

ああいうなうだろうって書いた時になんか今日なれなれしいなって思われそうでその切り替えるタイミンプねある程度なんかいろいろまあ逆に言えばある程度ちょっと下ネタ言えるぐらいの中だったらもうガラッて書いてもいいのかなって思うんですけどもう6秒5秒ですねじゃあ一応今週はいお願いしますみたいな。 嗯。はい